西郷どん、19、愛花、2018年5月20日、日、20時分20時45分、の放送内容、海の向こうから来る夫、が吉之助、鈴木亮平、だと知ったと馬、二階堂ふみ、は、心揺さぶられていた。そんな時サミン、江本明、が佐藤隠しの嫌疑で大感所に捕獲される、番組内容、と馬、二階堂ふみ、は、ゆた、秋山夏子、から告げられた、海の向こうから来る夫、が、菊池はじめ我と名乗る薩摩からの流人、鈴木亮平、だとわかり、心を揺さぶられていた。そんな時、佐藤隠しの嫌疑で、ルー、サミン、江本明、が大感所に捕獲される、と馬不破激怒し島人たちと大感所に押しかけるが、そこに吉之助が現れる、と馬は、薩摩の人間は信じない、と言い放つが、吉之助は予期せぬ行動に出る。出演者、出演、鈴木亮平、瑛太、二階堂ふみ、増加穂波、佐藤アンナ、高橋つとむ、谷田あゆみ、近藤義政、秋山夏子、木内みどり、江本明、語り、西田敏行、原作、脚本、原作、林真理子、脚本、中園美穂。